はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。もう今日からね、昨日からか、12月ですよ。早いなぁ。皆さん本当にいろいろバタバタしてると思いますけど、一つね、体に気をつけてお互い頑張りましょう。さあ、そういうことで昨日ですね、定休日だったんですけど、ちょっと僕仕事なんかいろいろありまして、でちょっと動画アップさせてもらったんですけど、見ていただけましたでしょうかね。例の今月発売する予定の CD の生意気にもミュージックビデオを作りましてね。僕ね、人に聞いたんですけど、今ミュージックビデオって言うんだってね、プロモーションビデオって言わないんだってね。俺 PV だと思ったら今ミュージックビデオって言うんだそうですね。ということで昨日ね、アップさせてもらいましたら、意外と高評価というかね、皆さんよいしょしてくれてありがとうございます。本当にで中にね、質問でいくつかあったんですけども、まずその CD です。ちょっと勘違いされてる方もいらっしゃいまして、別にCD の発売のみです、ね、配信とかそういうのはないです。これね、まだできてないんですけど、これジャケットのどんな感じするというのはテストバージョンなんですけど、こんな感じになります。でこれで中開けると、また写真があって、歌詞カードがあって、また後ろもまた別な写真で、この辺はうちは中なんでもうすぐできますけどね。で12月の24日が一応発売日と一応予定になってます。で店頭でもちろん発売いたしますし、発送も一応する予定でございますので、その辺よろしくお願いいたします。一応2曲入りですね、2曲入り。昔で言うと A 面 B 面っていう言い方すると、A 面がタイトル曲が、昨日アップしたあの頃の少年ね。で、B 面ではないですけど、2曲目が、ずっと前からやってますけど、僕のオリジナルで、君に会えてありがとう。これ結構エレキが入ってます。エレキギターとか12弦エレアコとかね、結構やっております。一つよろしくお願いします。あとですね、昨日その質問というかコメントで、いくつかあったんですけど、まずイントロとアウトロのリコーダーね、このやったでしょ、小学校の時。あれは僕が吹いてます。っていうか昨日の作品に関しては全部僕が演奏します。アコースティックギターでしょ、それからクラシックギターとかね、全部やっております。よろしくお願いします。あとありがたいことに、それを弾いてみたいっていう方が何人かいらっしゃって、コード譜とかね、なんかアップしてくれて、そのうちやりますよ。そんな難しいコードじゃないんです。出だしはいいね、この感じで。ギター紹介の前にギター弾くなって感じですけどね。ちゃんとそのうち解説の動画も作るね。で、エンディングのコードが素敵ですねって言われたの、エンディングこういうコードなんでね。で、こういうこうやって人工ハーモニックスってこれね。いろいろ解説します。一つよろしくお願いします。さあ、じゃあ今日はそういうわけでこちらです。オベーションセレブリティ、CC57 です、サウンドホールがあるやつで、今聞いて分かりますように、意外とね、やっぱサウンドホールあるとね、音しっかり出るよね。出ます。それなりの年式立ってるんですけども、じゃ細かいところこちらのカメラで見てください。はい、それでは細かいところを見ていきます。ボディートップね、綺麗ですよ。正直そんな目立った傷だこんは本当にないですね。はい、この辺もね、ピックの擦り傷とかほぼないです。ほぼというかない。非常に綺麗、ね、渋い色だよね、このサンバスもね。はい、フレットなんかも綺麗です。フレットの残りなんかも8割ぐらいですかね、十分残ってます。はい、テグの、輝きなんかもね、若干のくすみはあるんだけど、綺麗だと思いますよ。ロゴも綺麗で、このオベーション系ってカードがね、ヘッドがこう欠けてたりぶつかったりするもの個体も多いんですけど、それもないですね。はい、後ろを見てみます。はい、ここにね、ほんの少しこう
傷というか、だほんの薄いね、ハゲ感、塗装のハゲ的なのがあるね。はい、ペグは綺麗です。はい、ネックの後ろも綺麗です。これちなみに黒っぽくなって模様だよね、木のなんていうの。さあ、ボディバッグも綺麗です。はい、どうでしょうか。まあまあ状態はまずまずっていうところでしょうかね。はいはい、まあ、あの年式からしたらね、全然状態まあまあいい方だと思いますね。じゃあ気になる原稿ね、6弦12フレット上で約ですけど 2.3 ぐらいかな。そしてナット幅、ナット幅約ですけど43ですね、やや細め。そしてこう握りグリップが、まあ、この辺はね、あの僕好きなんですけど三角なんですね。こんな感じです。綺麗に三角、厚くもなく薄くもなくって感じかな。非常に癖のない三角っていうか、まあ、三角癖あるじゃないかっていう人もいるかもしれないですけど、僕やっぱこれ好きなんだよね。使ってますからね、あのオベーションね、時々指の音感じ。今日はずっとじゃああの感じでいこうか。このあの頃の少年、このまだ電気通さないね。次ピック。こんな感じ。ね、意外とあの音が出ますよね、このサウンドホールがあると。じゃあ次あの。ほど出します。で、あのこのタイプってね、ボリュームとトーンだけですごいシンプルなんですよ。いわゆるプリアンプがないので電池いらないタイプですから、これ逆に言うとね、電池いらないので故障の心配がないよね、逆にね。今リバーブとか一切かけてないです。普通にかけます、電気通しただけね。ね、まあ、癖のない感じですよ。なかなかこう生でもできないね。さあ、ケースの紹介します。これね、当時のこのセレブリティの割と純正のケースだったはずです。このほら、センターが結構盛り上がってるやつね。はい。はい。綺麗な、ね、ワインレッドのこの生地ね。状態いいですよね。はい。さあ、こちら、お値段でございます。オベーション。セレブリティ、まあ、正確に言うとセレブリティ by オベーションなのかな、CC57、 割とシンプルなあの電気系統でサウンドホールがあるやつなので、生でもある程度音が欲しいっていう人にはおすすめのオベーションというか、オベーションタイプというかね、あのエレアコです。そしてネックもやや細身で三角なので、割と弾きやすいと思いますけどね、初心者の方にもこれはおすすめではないかなと思ってます。この薄型のボディなんでね、
立ってもストラップつけてもいいし、あと何度も言ってますけど、ここ今回入ってませんけど、もしご希望の方は言って、このまたほら滑り止め、あのスポンジゴム貼ってくださいって貼って送ります。まあ、あの嫌な人も中にいるみたいなんで、このご希望があればここスポンジゴム貼って、まあ、これもそんな滑らないタイプなんだろうな、もっともっとこうしっかりこう固定したいって方はスポンジゴム貼ってお送りします。お値段が税別で28,500円です。中途半端だった、28,500円です。ということで、今回また話戻しますけども、今月12月24日発売予定でございます。ちょっとカメラさん、これアップできますかね。これはあのテストパターンだからね、実際もっとちゃんと印刷したのができますけども、あの頃の少年、そしてもう一曲は、君に会えてありがとう、2曲入りで1000円でございます。1000円プラス円なのかな、一応今回は300枚しか最初作りませんので、お早めに、まあ、でも そんなすぐ売れないよね。売れたらいいな。でもな、でもあ、ちなみにあの今回も売り上げのあのさすがに経費があってますんで、経費を引いた利益は全部例によって毎年僕がやっているあの施設に寄付させてもらいますので、そういった意味でも一つ皆さんのご協力をお願いできたらなと思ってます。よろしくお願いします。ということで、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。